で1周目その振った番号からいきます。はい、2番から一巡。死因ですか？3番から死因です。はい、はい、4番です。死因です。5番です。死因です。と1番です。死因です。2番も答えます。死因です。3番油性ですか無性ですか？4番です。油性音です。5番です。流星音です。1番です。無声音です。2番です。流星です。あ、3番です。流星です。うーん書いてかないと忘れちゃう。4番です。自分はその音を発音できますか？5番さんからどうぞ。5番です。できます。1番です。できます。できない音を教えてください。それはそうだ。2番です。できます。3番です。できます。4番です。できます。どうしようかな。5番です。じゃあ、下の、どの部分を使いますか？あ、前舌か後ろ舌かということです。どの部分使いますか？前舌か後ろ舌かいうこと、はい、前舌です。いや、1番です。前舌です。 2番です。どっちも使わない。3番です。前舌使います。4番です。どちらも使えません。5番です。前舌です。1番です。アルファベット、ラテンアルファベットの小文字かどうかを答えてください。2番さんから時計回りで。2番です。はい。3番です。はい。4番です。いいえ。5番です。はい。1番は、はい、はい。では5分間自由に質問してください。はい。5番さん、はい、ビヨンですか？5番です。ビヨンではないです。ビヨンではない。はい。4番さん、破裂音ですか？はい、いいえ、破裂音ではありません。3番さん、唇使いますか？いいえ、使いません。2番さん、唇使いますか？使わないです。5番さん、この音は好きですか？出ましたね、その質問。まあ、個人的には意外と好きです。意外と好き。4番さん。あ、私ですか？うん、大好きですよ。大好きです。昼間さんが面白そうだね。何を書いたか分かってるから面白い。GM だった。3番さん、この音しょっちゅう出してますか？あまり出してませんか？ちょっと待って。普段しょっちゅう使ってますか？それかあまり使ってませんか？何がよるんですけど、全部ひっくるめてってことじゃないかな。よく使ってますね。よく使ってる。2番さん、それは日本語の音にありますか？わかんない。わからない。わからない。わからない。わかりました。はい。わからない。1番さん、破裂音ですか？いいえ。村人とか狐とか判断しようと思いましたが、なんか、なか。残念。狐は震えをね、公害する。